こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。オートミールのパンケーキ、この日作ったんですが、全粒粉も入れたのですごく食べやすく仕上がりました。果物はスモモとリンゴで、これは豆乳を入れてます。お皿はさっきご紹介したザラホームのものです。バターは四つ葉バターをよく使っています。パンケーキはいつも多めに焼いて、朝にチンして食べれるようにラップにくるんで、保存の袋に入れて冷凍庫でいつも保存しています。朝に果物を食べた方がいいらしくて、昼間にすごくビタミンを消費するらしいので、その消費にフルーツが助けてくれるそうです。ソイラテも前は苦手意識あったんですけど、飲んでみたらすごく飲みやすかったので、家でもソイラテ作ってます。アガベシロップは結構思ったよりも甘みが強いです。なのでこれぐらいの量でしっかり甘くなるので、かけすぎちゃうとちょっと多いなって感じがするので、控えめで使ってあげるとちょうどいいと思います。赤しそのシロップは作られたことありますか？去年私作ったんですが、凍らせて氷状で食べたりとか、水で割ったりソーダで割ったりとかして飲んでたんですけど、お酢を入れるとさらに抗酸化力増して美容効果も上がるので、毎日ほとんど飲んでて、でお昼も水筒に入れて持ってったりしてたんですけど、シミがすごい薄くなったんで、それですごくびっくりして、また来年もこう作ろうと思って、スーパー行ったらちょうど赤しそが売ってたので、すかさず買って作りました。赤しその時期はだいたい今ぐらいみたいなので、本当に期間限定なんですけど、だいたい2倍か3倍で薄めて飲むので、濃縮して作る分結構持つんですけど、私のやつでこれで 450g ぐらいとかのシソだったので、2リットルのペットボトル弱分ぐらいが作れます。